アレンジマッチプレー対決。今回賞金を提供してくださるのは視聴者様のジジさんです。勝ったら5万円、負けたら0円。宮崎千恵選手対織茂ひまわり選手、ビンゴですアレンジマッチプレー対決、よろしくお願いします。風に7番です。瞬間に力が入ってます。はい。低かったからかな、ちょっと低かった？なんか謎だったんですよね。え、左だった？こっち？こうです。結構切れました。あ、結構切れた。私、まっすぐか、まっすぐで行こうと思ったの。あ、意外と切れたんだ。私はまっすぐで行けるかなとは思ったけど、やったんだ。あの、強ければもっと打てれば。結構登ってたんで、切れないかなと思った。急ブレーキみたいな。4ホール終わって、はい、1ポイント取り返した感じですね。そうですね。なんか自分が下手すぎる。ちょっと調子悪い。いや、なんかバーディーが欲しくて、ピンの方狙って、ショットもグリーンのせればいいところをピンの方狙ってたり、あとはパットもバーディーパット入れたいから強く打ってるし、
そこですね。あ、ちょっとこのポイントのあれに翻弄されてる感じですね。1ポイント取られちゃった、うんうんうん、1ポイントで返してきたら確かに確かに確かに、そうだね、一気にいってね、はい、あ、なるほど。もうちょっと普通の試合みたいに落ち着いて、スコア作る感じで残りのホーラー回りたいなと。うんうんうん、分かりました、はい、ありがとうございます。頑張ります。止まらない。いや難しい、逆に気になっちゃって、やっぱ、いや、なんかこっちがちっちゃいし、こっちが大きいし、あー90ヤードね、何ヤード、82ヤードだと、なんか58ヤードちょっとピクってなってたんですよね。ちょっとちっちゃい感じ、上げてるからなんか高い球出ちゃうじゃないですか。そうだね、そうだね。それだとどのぐらいの距離だっけ、もう一回、あっちに登ったらあっちに下ってんのかな、多分下ってますよね。お、え、そうだ、そうだって、私、おー、よかった。見えないからね、なんかグリーンが意外と難しいんだよね、難しいです、ここね。あ、左に流れちゃってるね。あ、そういう感じの、もう全く見えないですもんね。うん、見えない、難しいね。こういう感じになってるな。まあ、バーディー取れば2ポイント。大事なパットですね。出だしが右に行ってたの、スライスフックだったの、謎だね。結構ここが、ここが熱かったです、うん、熱かったね。
いて、あー惜しい。さあ、オッケー。がーん。こんなおすごい。でもちょっとひまりちゃんの入るかと思った。めっちゃ悔しい。さっきから打ててないで入ってない。乱球していかないと思う。はい、雨だから柔らかいし、さっき降ってたしね、ちょっとずつ。確かに、うん、湿気半端ない。湿度やばい、湿度やばい。私の壊れた美顔器ぐらいで湿度全然わかんない、うん、難しい、こういうパワーで、うん、もう出なくなって、へー。15番あと32ヤード、ここもチャンス。そろそろバーディー取りたい。そう、短いから、ここも左に引っ掛け気をつけてください。これはしかもこうです。昭和だったわ、動きが。おばさんっぽいよね、僕。めっちゃ言われるんだけど、群馬に最先端みたいな、入ってくるの遅いから。あ、群馬の最先端。あ、群馬では最先端だね。それ言ったらマジでなんか言われそう。群馬バカにしてんのかって、群馬の人が怒るかも。怒る。それはちょっと、ね、これもちょっとやばい。片足上げるの。私試合でもこういう感じなんです。ミスすると、うん、なんかみんなそう無言でガシッみたいな感じです。やばい、絶対頭に疲れちゃってる。ショットです。ミスしたらそれのせいになる。言われたからっつってね。冗談で大丈夫です。から毎回クラブ持ってくるんだけど、悩んで帰る、取りに帰るっていう、なかなか見ない光景。私とかがやるのはあるけどさ、まあ、それだけ風も強いから ね、 あ、そうだね、ジャッジが難しいんでしょうね。行ってやっぱあってなるのかもしれないですね。確かに16ヤードには得意。92の方が遅い。
かりやすいですね。80より52度です。これなんか何オッケーってなかったのに、そんな短いの。うん、全然いいよ。オリもめっちゃすごいみたいな。いいよ、全然長いのオッケーしてくれて。